ダイエットで挫折しないコツをお伝えします。あなたはこんなことないですか？こう順調にダイエットに励んできて結果も出てきている、やった、3キロ落ちたってですね。でもところが3キロ落ちたあたりから今まで同じように食事制限を頑張ってみたり運動を頑張ってみたり同じことを続けているのに全然体重が落ちなくなってきて、もうこれ以上努力してももう痩せるのはもうこれでここまでかなと思って諦めてしまって、そして結果またリバウンドを繰り返してダイエットの繰り返しというその負のスパイラルに入ってしまっている、そんなことないですか？そこでこの動画をご覧いただきますと、そのダイエットの停滞期がなぜ起こるのか、そしてその仕組みを知ることであなたは安心してそのままダイエットが続けることができて結果きれいに痩せることができるんです。その体の仕組みをお伝えしていきますね。そもそもそのダイエット、いろんなダイエット法ありますけれども、そのダイエットがこう順調に進んできて必ずですね、誰しも停滞期ってやはり訪れるものなんですね。でそれはなぜかと言いますと、あなたの体の仕組みがそうなっているからなんです。ですからあなたがその努力が足りないわけでもなくって、あなたの方法がこう悪いわけでもない、あなたが悪いわけじゃないんですよ。ここで安心してくださいね。それは何かというとホメオスタシスです。いかがですか、この言葉。聞いたことがあるかもしれませんね。でこのホメオスタシスは何かと言いますと、私たちのその体の中でですね、その身を守るために起こる危機管理システムのことなんです。でこれは何かと言いますと、お体がですね、その1ヶ月に体重の約 5% 以上をその減量で体重が落としてきたという状態がこう続くとですね、これは大変だって思うわけです。なんとか体を守らないといけないと働くのがこの危機管理システムのホメオスタシスなんですね。でこのですね、危機管理システムが働いている期間っていうのは、たとえあなたが今まで通り食事制限を頑張っていたとしても、運動を頑張っていたとしても、いろんなダイエット方向を同じようにしたとしてもですね、一向に体重の変化が現れない期間が絶対に来るんです。ですから今あなたがもし一生懸命ダイエットに励んでいて停滞期が訪れていて、もう何をしても痩せない、もしくはですね、逆に守ろうとしますから、その栄養とか脂肪を溜め込もうとする働きがですね、強くなる期間なんですね。ですから体重が増えてしまうっていうこともね、あるんです。変わらないだけではなくて、逆に同じように暮らしてきたのに増えてしまうっていうことがですね、あるんです。でその期間というのが平均で約2週間から1ヶ月もね、続くんですよ。いかがですか、この仕組みを知らなかったら、この体の働きを知らないあなたは2週間から1ヶ月も全然体重が変わらなかったら、もうやる気落ちますよね。もうモチベーションがダウンです。もうここでもう私はもう何をしても痩せることができないんだって思ってしまいますよね。でも大丈夫なんですよ、全然大丈夫なんです。あなたが悪いわけではないんです。逆に素晴らしいことです。あなたがしっかりと順調にダイエットがこう成功してきてて、体が一時的に2週間1ヶ月のその間だけ、まあ、平均でですね、守らなきゃって思ってくれてるわけですから、もう丸です、大成功で、そこをですね、何にも気にせずにひたすらコツコツあなたは今まで通り続けていかれたらよろしいんです。それでいいんです。で私も取り組んでいるその腸活微腸活ダイエットですね、この取り組みも同じなんですよ。もう私もそうです。もう毎日できることコツコツしています。でこの腸活ダイエット、詳細は別の動画でお伝えしております。この動画ご覧いただいた後に詳細欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご覧ください。
でまた腸活ダイエットって何だろう、どんなことするんだろうと、まあ、ご興味がある方は詳細欄にそのまた別に LINE のリンクを貼っております。そちらからぜひご登録後、皆様直接私と1対1でお話ししております、ご相談を受けておりますので遠慮なくお知らせくださいね。さあいかがだったでしょうか。ダイエットに一生懸命頑張って変わろうとしているあなた、このホメオスタシスの仕組みを知ったら安心されましたか。大丈夫ですよ、あなたが悪いわけではないです。そして何にも気にせずコツコツと今まで通り続けましょう。1ヶ月以上経った頃からまたこの危機管理システムが解除されれば体重設定がまた落としていいんだなってお体が安心してくれますから、また減っていくことができます。さあいかがだったでしょうか。この動画あなたご自身そして周りの大切な方のためにぜひぜひシェアして差し上げてくださいね。そして役に立ったなと思っていただけましたら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。